はい、皆さんこんにちは。こんばんは。ここみチャンネルのショーが、今日は太陽フレアをお送りいたします。よろしくお願いします。まあ、太陽フレアですね。まあ,あの度々結構多くですね。今年は起きていますね。で、えっ、ー、と m 級が多かったんですけど、まあ、いよいよ。あの x 級が本日発生しましたね。まあ、これはあのもうあちこちであのニュースになっているので。 知ってる方も多いと思うんですけれども、まあ、X1.1 という発表ですけれども、まああの、1から1.1ですね、まあ、その規模で、まあ、かなり大きいんですよ。で、あのまあ、ちょっとねあの、太陽フレアの影響っていうのは、正確にはどこに飛んでくるかっていうのはわからないんですけども、ギリギリ地球をかすってというふうな報道もあるし。 まあ、あの一部地球に直撃するんではないかという報道もあります。で、これはね、あの正直来てみないとわからないですね。であの、大気圏突き破ってくるんですけど、結局、乱反射みたいに地球に当たって、また大気圏の内側の膜に当たって、地球に当たってっていうふうに、ジグザグにね、で、地球の周りを駆け巡るみたいな現象も起きるんですよ。もうだから電子レンジ状態ですよね ことになりますね X1.1 だと結構大きいので、まあ、それ起きるんですが、まあ、起きる時間帯ですけれども、これ、き、えーまあ、今日ね、あの21日の日本時間1時29分なんですよ、起きたのがねで、結構前じゃないですか。で、来るのはね、地球に到達時間がおよそですよ、まあ、正確には分かんないんですよね。で あの、一発飛んでくるだけじゃなくて、なんて言うんですかね、連続波で衝撃波がガン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 って言って何百回も連続で飛んでくるんですよ。だから、海の波のように来るので、わからないんですよ。でもだいたい22、まあ、日ですね。6月22日の朝の4時から6月22日昼まで影響が あると言われてますね。で、これだからさっき言ったように地球の内部をガガガガガガっていうふうにもうジグザグに飛んでぐるぐる回る場合もありますから、そうすると影響は結構夕方ぐらいまで伸びてしまうんですね。で、どんな影響が出やすいかっていうと、もう携帯電話ですね。一番ね、スマートフォン。つ、ま、な、あ、がりにくい。電波が届かない。LINE がつながらない。LINE 通話ができない、まあ。メールが遅延する。 あの動画とかが見にくい。まあ、YouTube。まあ、これも含めてですけども。あの、何かこう再生しにくい。止まってしまうとかね。アップしにくいとか。あとは、ま、友達とね、あのー、やりとりして途切れてしまうとか、電話が中断してしまうとか、電話がつながらない。まあ、そういうような現象が、ま、多分起きますね。それに留まってそこまでで終わればいいんですけど、まあ、一番受けやすいのは携帯なんですよ。で、あの、電波なんでね。 で、次に受けやすいのが、まあ、停電ですよね。だ各所であっちこっち、謎の停電っていうのは起きるかもしれないですね。だからあの、まあ、電波類が一番受けやすいから、確率にどっか起きるんですよ。もうすでにね、あの衝撃波、軽いやつ来てるんですよ。来ていて、それはもう Wi-Fi とかね、そういうものに障害をもたらしてますねだあの。だからちょっとつながりにくいとかね、なんかそういうのあると思うんですよね。いつもはつながるのに。 なんか今日ちょっとつながりにくいなとかね、なんかあのメールがすごい時間かかるなとか、写真アップしてるんだけど、なんか異常な長さが、ね、時間がかかるとか、もう起きてると思いますよで。これがピークがだから22日ですよね。22日の朝の4時から昼ぐらいまで。まあ、断続的なのかもしれないし、地域によってはずっとその間調子が悪いかもしれないですね。まあ、それが起きるということですね。 これからね、X1.1 どころか、X5 とか10とか、まあ、来ますね、今年はね。X5 以上だとね、かなりものすごい影響ありますよ。X10 とかで。X って別にあの100でも200でもあるんですよ。X100 超えたら、まあ、みんな壊れちゃいますね。全部。全て。うんん、これはね、ちょっと支障出ますんでね。あの、いろいろ対策って言ってもね、 ま、電子レンジの中に全部突っ込んで、電子レンジ閉めとくのが一番いいですけども、あの、電源抜いといてくださいね。チンってやっちゃうととんでもないことになっちゃうんで <laughs>、ね、あの、スマートフォンの丸焼けができちゃいますから、まあ、金属だからね、止まるんだけど、最初スイッチ入っちゃうんですよ。壊れちゃいますよ。スイッチ入れちゃうとね。電子レンジをコンセント必ず抜いて、で、その中に閉まっておくということですね。まあ、明日は大丈夫だと思いますけどもね。まあ、X5 以上だと危ないですよね。まあ、みんな壊れちゃいますよ。 とにかくね、でも私はまあ電子レンジの中に X5 以上が発生したら、入れておきますけどね、危ないですけどね、あのパソコンとか大事なものをね、まあ、入れておいて、あの3日も経てばもう終わっちゃうんで、もうそれで出してまた使えばいいっていことですね。まあ、使えばいいって言っても、基地局とかね、そういうのが全部壊れちゃうんで、自分のスマートフォンは生きてても、基地局は壊れちゃいますから、繋がんなくなっちゃうんですよね、X5 だとね。だから、 まあこれから X5 以上発生しますからね、ちょっとみんなね、ええっえ,えっていう状態が、まあ、起きると思いますよ。で、その時になってびっくりしないように、ね、してくださいね。X5 以上だとそうなるのが、まあ、普通だということですね。あの電子機器はね、まあ、壊れてしまうんですよ。で、中継局とかね、もうどうしようもないんですからね、電磁波の影響を受けやすいですから。 まあ復旧にすごい時間はかかるでしょうね。だから一番怖いのは、だからあれですよね。もっと精密機械でもっと大きい社会的に影響があるものが、まあ電力のね、なんか発電所みたいなのがね、なんか壊れてしまうとかダウンするとかね。まあそういうふうなことも起きるんですよ。実際まあ起き昔起きてるんですけどね。あのかなり前にね。だからその時は、あの、まあ電気が供給が止まっちゃったりしましたよね。カナダで起きたんですけども。 あの、非常にこう、時間かかりまして復旧にね。完全復旧は1年ぐらいかかってましたから。だから、現代においてそれが起きると、まあ、完全復旧1年って言うとね、すごい困っちゃいますよね。それ、日本のどっかでね、都市部で起きたら、いや、もう大変ですよ、生活はね。でも、起きかねないですよ。だから、X が大きければ大きいほど、まあ、そういう被害が、まあ、起きるというふうに考えておいた方がいいと思います。 まあただね、あの、今日起きたのは X1.1 でかなり大きいんですよ。X9 というのは一番大きい規模なんですけど、まあ、1.1なんでね、そんなには被害ないんじゃないかと思うんですけれども、ただ地球の中で大気圏との乱反射でガン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 って言って回っちゃうとね、どんどんね、あの、影響は大きくなっていくんですよね。そういう状態になってしまうと、ちょっと手がつけられないですけれども、まあ、そういう状態になるのは非常に珍しいことなので、 まあ大丈夫じゃないかと思いますけれどもね。うんまあ、ちょっといろいろね、考えながら、ちょっと対策を練っていくといいと思いますね。まあ、心配な方はあの、コンセントを抜いて、電子レンジの中にれこれ本当忘れないでくださいあの。入れたままスマートフォンとかいっぱいね、パソコンとか入れたまんま、 あなんか、そっか、電子レンジ、ええー、と、ああ、いか、なんでコンセント抜けてるんだとか言って入れてね、一応スイッチ入れとこうかな、つくかなとか言って、チーンとか言ってダメですよ、本当に。全部壊れちゃいますからね。バカみたいですよね。太陽フレーの影響がなかったとして、ね、自分で壊しちゃうってことになりますから。だからね、ちょっと注意してくださいね。ちゃんとあの、はっきり、頭はっきりしてるときに、いろいろやった方がいいですよ。頭ぼーっとしてるときにね、 なんか焦ってやるとね、ろくなこと起きないですよ。失敗だらけになるんでね。まあ、失敗するときってみんな、あの本当、大概そうなんですけど、焦ってる時ときと、頭ぼーっとしてるときですよ。酔っ払ってるとか寝起きとかね。そういうときに何か大事なものをやってはいけないですよね。必ず失敗しますからね。あとは焦って急いでるとき、怪我しやすいです。手切っちゃったり、捻挫したりとかね。本当、ろくなこと起きないんであの、ドアに手挟んじゃったりとかね。本当にだから 焦ってる時にね、なんかね、あの危ないこととか大事なこととか絶対しない方がいいですよ。一旦自分を落ち着かせて行動する。これ本当大事ですよ。怪我のもとなんでね。怪我しちゃったらもうね、何にもなんないですからね。まあ皆さんちょっと気をつけながらね、進んでいかれるといいと思いますけれども。ということで、太陽フレア 1.1X1.1 が発生しました。というご報告でした。まあ皆さん注意してね、進んでいきましょう。頑張りましょうね。 また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。